こんにちは、車屋の親父です。ヘッドライト磨きが終わった911彼らボディを磨く前段階で洗車をしていこうと思います。ボディに水をかけたら、次はシャンプーをかけます。少量の分の液をたっぷりの水で泡立てていきます。ボディの上から下へ汚れを重力に従って落としていくように洗っていきます。カーシャンプーが乾いてしまうとシミになるので一旦流します。水洗いが完了しましたので、これから拭き取りをしていきます。ドイツ車あるあるですが、このようにゴムモールのところを拭くと劣化して粉状になったゴムがついてしまいます。
ボンネットの上の方をざっくり4分割にしました。まずは現在の状態、蛍光灯の写りがなんとなく写ってる感じ。この部分は最後まで何もしないで置いておきます。次にこちらですね。こちらは最初のステップの磨きのみ行って違いをご覧いただきたいと思います。下に映ってこの部分、こちらは2段階目までの磨きで大方ツヤを出した状態をご覧いただきたいと思います。こちらはツヤ出しまでの最終仕上げをしていきたいと思います。前オーナー様がカラーワックスをかけていたので、かなり青い汚れが取れました。続けて作業を進めていきます。はい、一通り磨き終わりました。まずここが手つかずの状態、こちらが第一段階で大まかに磨いた状態。この時点で蛍光灯の映り方が結構変わっていると思います。そしてこちらが第3段階、
より一段階細かいもので磨いています。蛍光灯くっきりですね。そしてこちらが最終の艶出しまで終わったところ、上の第2段階と見比べても蛍光灯の写りが違うんじゃないかなと思います。当社ではコーティングをご用命いただいた際、ご予算に合わせてどこまで磨くかご相談をさせていただいた上で、一番上級コースですとこちらの最終仕上げまで行います。ただ一段階前でも実物を見たら、お、綺麗だねという感じだと思います。はい、4分割にして磨き終わった後、マスキングテープを剥がしてみました。マスキングテープの跡がくっきりご覧いただけると思います。ここが何もしていないところ、ここが1段階だけ磨いたところ、ここが2段階目まで磨いたところ、ここが最終仕上げをしたところ、こう見ていただくとちょっと蛍光灯邪魔ですね。違いがくっきり見えるかと思います。いかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。